時刻は6時40分です。ここでドライバーの皆さんへ交通情報です。小野さん、よろしくお願いします。はい。はじめに東北地方の状況です。東北道の下りは白石インターと村田インターの間で事故のため通行止めになっています。さらに下りの対話インターと一ノ関インターの間は吹雪のため通行止めです。関東甲信越地方の状況です。雪のため通行止めになっていた上信越道の新中中野インターと信濃町インターの間は先ほど6時15分に通行止めが解除され通れるようになっています。このほか関越道は渋川伊香保インターと長岡ジャンクションの間で、中央道は小淵沢インターと伊保インターの間でチェーンなど滑り止めが必要です。次に東海、北陸、近畿地方の状況です。新名神高速道路は四日市インターと亀山西インターの間が雪のため通行止めです。また東海環状道は大安インターと新四日市ジャンクションの間が雪のため通行止めです。名神高速道路や北陸道などでもチェーンなど滑り止めが必要な路面の状況です。中国四国地方の状況です。松江道は水戸焼きすきインターと三好東ジャンクションの間が雪のため通行止めです。九州沖縄地方で雪のため通行止めになっているところはありません。日本道路交通情報センターでした。